おお、久々。インディアンじゃないですよ。イーサンですよ。まあ、ゆっくりやっていきましょうか。魔法同盟、進んでますか？昨日、コミューデーでしたね。お、なんか赤いの撮ったよ。なんかあるかな？ああ、1個しかないからいいや。楽しかったですか？すいません。サボってました。でもね、一応、タスクは終わらせた。はい。それで今日はね、ゲームとは関係なく。もう最近ほらもう、ゲームが、魔法ちゃんがね、じゃないですか。なんだっつうの。なんかちょっとしばらくはなんか大きなね、新しいものが来る前は、ちょっとこう、適当に。まあ、ゲームも絡めながら、ワンちゃん絡めながらね、適当に日記的に上げていこうと思います。はい。これ何かっていうと、何だと思います？何だと思います？実はいろいろと、まあ私も物好きなんで、いろいろと物買っちゃった。買うもののね、がちょっと隙間が空いたんで、じゃあちょっと買おうかなって、のびのびになってたやつ、何だと思います？ジョン 買っちゃった。どんぐりさん、ご推奨の、キーボード。なんて言うんでしたっけ？ハッピーでしたっけ？一度もね、なんか触れたこともないんですよ。触ったこともない。ショップとかでも。おお！何これ？なんか想像してたのより全然、いろいろとレビューとかも見てて、もちろん大きさとかも想像してたんですけど、あ、なんか想像より全然ちっちゃい。俺のでかい指に合うかな。でかくて太いやつ。あ、なんか可愛らしい。意外。あ、なんか、あ、これだけでなんかいいや。これだけで可愛いからいいや。あ、よかった。あ、もうさっきまで電池用意しようと思ってたんだけど、なんか単三電池らしいんだよね。さっきまで電池用意しようと思ったらもうすっかり忘れてた。一応っていうか、ピントあるのかな？私は英語とかダメなんで、日本語配列ね。日本語配列。まあ、とりあえずなんか、細かい設定はあるみたいですけど、とりあえずね、打感だけを確認したくて、その噂の打感。ね、皆さんそれだけのために、この高い、キーボード買ってるんでしょ。で、まだね、触ってないからね。今、本当にさっき開けたばっかりで、だからちょっと触れないように。あんまり設定とかもあまり考えずに。やっぱりその、ファーストインプレッションが大事じゃないですか。生まれて初めてですよ。これ何？電池？どっちがプラス？よいしょ。逆かな？ああ、電気ついたから大丈夫だった。あ、ここ、電気ついた。ここ。今、ピカって、オレンジ色がついた。よいしょ。これをパッチン。ああ、でも、なんかもう、でも、見た目の感想を言っていいですか？最初言った通り、すごくね、可愛いの。というのは、比べましょう。なんか汚えぞ。なんか、木くずみたいのが。木くずみたいのが入ってる。よいしょ、このゴミ。これね、これが、今私が使ってる、Mac Pro についてる。あ、いやいや、iMac Pro についてた。キーボードね。これ、テンキーついてるから。これもこんな大きいじゃない？このくらい。なんかちょっとまっすぐになってねえの。はい。で、これがまあなんかよくある。このキーボードを使う前に。これはね、買ったんだよね。Mac 系のよくある、Bluetooth の乾電池入れるやつ。昔のやつかな？今違うのかな？だから、これよりは、ちょっとだけ横幅、ほんのちょっと大きくて、奥行き？デプスは、ちょうどあれだね。ちょうどこのアルミからこの上のエスケープキーぐらいまでの幅が、キーボードの全体って感じ。
はい、まあ適当に適当ですからね、まあ、細かくは言いませんよ、はい、でまだ触ってませんよ。ファーストインプレッションがね、驚きの打感かどうかをでただね、その大きさはすごく可愛いなと思ったんですよ。可愛い感じ、可愛い感じ、なんかプリティ。重さはいいとして、大きさはすごく可愛いんで気に入った。でもプラスチック値段の割にプラスチックか、プラスチックっぽい感じ、わかんねえ、違ったらごめん。でもなんかプラスチックっぽい感じなんで、なんかそれが意外。はい、でちょっとよいしょ、これで文字打ち用に用意しておきました。これである、出てねえな。これ押せばいいのかな、じゃあ。押す？ああ、もう押しちゃった、畜生。ん？違うな。あ、これか。これだ。ここのスイッチか。ここのスイッチを押すと、お、青いのが出た。これどうかな？青いの出てる最中に、環境設定して、出る？あ、出た出た。接続。はい。ん？番号教えて。みんな押しちゃダメだよ。押しても関係ねえか。203525。エンター。あれ？そういうことじゃない？ん？リモートデバイスのパスコード以下に入力してください。接続。あれ？関係ないのかな？番号。キーボードが接続できません。え？あ、こうか。これでシフトの、ここに書いてあるの、シフト、左シフトのキーの右、押してくださいしたら、Z キーを押せ？ん？続けるを、続けるを押しました。キーボード識別中画面で、左シフトキーの右隣のキーを押してくださいが言ったら Z キーを押す。あ、だからシフトはいいよ。ああ、そうかそうか。だから Z ね。ああ、もうこれも別にシフトの横じゃん。はい。Z キーオン。え？で、右シフトキーの左隣。右シフトキーの左隣。矢印の上だよ。ああ、しまった。書いて広げろって、広げろって広げたら書いてありました。あれだ、あのスラッシュの逆、あれスラッシュの逆ね。はいはい、出た出た。で最後に日本語が選択されていることを確認して完了。はい、確認されてます、完了。はい、これでいいんじゃないかな。はい。よいしょ。はい、じゃあ、もう今日はこれ打ってみてね。もうちょっと今触っちゃったんだけどね、畜生。はい、じゃあちょっと、初打ち。なんかね、まあ、噂によると、そのコマンドとかなんとかの位置が違うから、結構めんどくさ、え？コマンドは？ああ、もう積んでる。うんうん。これ何これ？おお、これね、この、何この、ここ？このダイヤマーク？ダイヤマークがコマンドなのかな？はい、行ってみましょう。何打ちましょうか？じゃあ、これ。ちょうど、これ？これでいこうか、これ。はい。重要な、あ、見えない見えない。重要なお知らせ。ご案内だ。まあいいや。これを丸がこれでいいの？まあ、大体一緒だね。Mac OS で、かな、あれ？かな聞かない。ちょっと待って。かなは？かな。で、あれ？かなどうすりゃいいの？
花。オプションとか？違う。なんだろう。いきなり。ん？窯だけじゃダメなの？なんかある？あ、なんかこれいっぱい、なんかスイッチが、後ろの方にスイッチがって書いてある。あ、これで変えられるのね。英数モード。窯にする方法は？まあなんかできんだろうね。まあできんだよ。まあいくらなんでも昨日の あの状態じゃね、ちょっと いかんよね、いくらいい加減とはいえ。ああ、どんどん。よいしょ。でですね、あの、仮名のね、入力ができなかったじゃない？ちゃんとあの後、説明書読んだら、初期設定は Windows モードになってて、それを Mac モードに変えないと、なんかこう、仮名とか押してもダメみたいだったんで、それを設定しました。その設定はね、この裏側に、これどこだ？こっちか。ここがパカってこう簡単に開くんですけど、これ見えるかな？ここに白いスイッチが6個あって、それぞれなんかこうカスタマイズ用にオンオフオンオフできるようになってて、その1番をオンにしたら、これスペースなんですけど、でこれ Windows だとカナになるカナキーで、ここにね、くるくる巻いてるね、円のやつがあるんですよ。これをやると、この右側、丸がついてる方をやるとカナになって、 Mac の場合ね。でくる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 がこうやってバッテンになってるのかな。これするとカナ、これ今カナボタンを押したんで、こうカナになって、で、このスペースの横の右ね、右横のこれを押すとカナに戻るとね、いい感じ。はい、これで 一応もうね、あの普段使いだったらこれだけでいいんで、あとなんか多少カスタマイズがあるんだけど、別に矢印キーも初期設定のでいいし、バックスペースも私はこれでいいかな。バックスペースは、これ押すとバックスペース、これ分かりにくい。一番打って、デフォルトのままだとこのまま押すとバックスペースで、これこうなっちゃうじゃない？だけど、FN キー、ファンクションキーを押しながら、バックスペースを押すと、デリートキーになるっていう。それを逆転できるんだけど、まあ私はこの状態のままで全然いいから、このまんまかな。あと、コントロール、ここがコントロールなんだけど、コントロールも変えられるけど、これもこれでいいと。ただね、一個ね、ここのキーね、ここのキーが、ああ、これ日本語と、あれ違う、これ iOS か。iOS だね。わかんないけど。ここがね、コマンドキー、Mac のコマンドキーね。で、これ Alt キーなんで、オプションだ、オプション。結構使うのが、Photoshop でね、コントロールとオプションっていうのを押すんですよね。これが、Mac のデフォルトでもねえかな。まあ、今まで使ってたやつの、まあ、主に大体夜のバイト先でも使ってるのも、コマンドオプションなんで、これだけが逆なんですよね。これだけ、まあ、もしね、カスタマイズで変えられるんであれば、それだけ変えたいかなっていうぐらい。まあ変えられないなら、まあちょっとワンキーだから、まあいいかなっていう感じですかね。
配列については特段問題ないし、まあ、数字キーとかファンクションキーでの切り替えとかがこうあるんだけど、あんまそこまで私のデザイン業務ではないから、まあ、最近別に打ち込みとかも全然しないからね、いいかなって思ってます。あのキー配列については特段問題ないですね。これで一応動かせるようになりました。ちょっと打ってみましょうか。見えないあ、ちっちゃいメガネがない、ハズキルーペで。これよいしょ、うーん、始め、あ、違う、これでかなに、昨日かなできなかったね。はじめに、あ、ちょちょ、はじめに、これマイウェイめんどくせえな。なんだっけ、言うこと忘れちゃった。まあ打ってこうこの旅はこれかなにできて、ハッピーキングキー、私そんなにねバシバシ打てませんからね、ボード、特に英語打ちとかは全然苦手。プロフェッショナル、はい、どこ、ブリッドかなにして、あれあれ、あ、かなじゃねえや、まるまるかっこ、日本語配列をお買い上げいただき、まる、うん、まるいただき誠にありがとうございますんちょっとね、まるとかあれがまだ慣れないね。ご使用に、あ、これ1日使って、まあ1日使うか、昨日2、3時間使いましたね。ご使用にあたっては、本、あ、昨日読んだね。本、本書書、本書をよくお読みの上、正しく、お使いください。打感とか悪くはないです。これまあ後でまとめで言いますね。思ったことは結構ある。キーボードを使用する前、あ、全然説明しなかったっけ。これ最初の動画からは、1日後ね1日後編集してたら昨日出せなかった、あのワクチンの予約のやつも出しちゃったんで、なんで、昨日開封して、少し設定して、2、3時間使って、で今また夜のバイトから朝帰ってきて撮影してる感じです。で、あのさすがにね、もう昨日の編集しちゃって、まあ感想まで実は言ってるんですけど、もう金物打って金に変換できないやつアップしてもねちょっとダメでしょ。だからちょっとこう、ここだけちょっと取り直してる感じですね。まあどうでもいいか。はい、ご使用する前どこにかこかとかで登録してあるんですよ、 iOS 系ね。かって打つと、カッコがいろんな種類、あの両字目で出るようにしてあります。前兆の注意。そうしないと iOS 系って漢字なんかもう打ってらんないじゃないですか。だから結構登録してある。あの、なんだっけ、キーボードのところでにあの設定できるじゃないですか。別紙を必ずお読みになり、ちょっとあのキーボードの角度も、あ、じゃね、画面の iPad で今入力した、そうそうそう、 iPad にも今ペアリングした、キーボード2で、でキーボード1は、iMac Pro の方でやってるっていう、まあいいですよね、あの
6台 ?4 台 4台 ?4 台。4台まで登録できるみたい。だからあとは、そうね、結構これ持ち運びたいなと思ったんで、なんだっけ、iPhone も登録しようかな。お読みになり、理解された上で、キーボードをお使いください。はい。まあ、こんな感じですね。はい。最後に、感想です。第一は、印象すごくいい。すごくちっちゃいし、ちっちゃい。ね。これ、まあ、キーボードついてるから当然でかいんですけど、横幅取らないし、Bluetooth なんで、線もないから、いい。で、こうやってやって、マウスを置いたとしても、こういう形で作業できるんで、グッと。で、なんかちょっとかわいい。大きさがかわいくて、気に入った。はい。これよりも、奥行きか。奥行きが、デプスが短い。横は昨日も言ったよね。横はちょっとでかいけどね。まあ、いいと。Mac 系使ってて、Mac 系が何て言うかな、アルミっていうかな。アルミなのかな？なんだろう。このね、硬い系で、何て言うの？ちょっとしっかりしてる感じなんで、まあ、あくまで印象ね、お値段と比較してのあれで、まあ、この値段でこのなんかプラスチック感はちょっとびっくりした、うん、なんか軽い鉄とかでもいいんじゃねえかみたいな、まあ、鉄っつったら変だけどね、うん、なんだろう、プラスチックももうちょっとなんかこう質感のあるプラスチックならもっといいかなとかは違う、それはもう値段的な印象ね、はい、それと、黒にしたのは、まあ、昨日のあれとダブルかもしれないけど、まあ、白だとこうキーがねどうしてもすごい長時間使うん で、あと私指汗っかきなんで、まあ、汚れがちなんで、黒にしましたと。ただ私はもう老眼入ってるんであれなんですけど、まあ、やや暗めのね部屋で作業することが多いんですよ。別に真っ暗じゃないんですけど見えないキーの印字が、これキーの印字は入ってるんですけど、無刻印じゃなくて、キーの印字は上面と、あとここファンクションキー用のやつがこっち側に入ってるんですけど、まあキー頭の文字もまあ見えないのと、ファンクション用の横の前の部分の印字は見えないです。だからまあ割と最初慣れない間キー見たいなとか、あとそんなにバシバシブラインドタッチしない人とか、やや暗いとこでやる人は、そういった意味で、白系選んだ方がいいかもしれないです。黒系じゃなくてね。まあ、ただほら皆さんこれ何にもないやつ選んだりするようなマシンなんで、まあ、キーボード慣れてる人なんでね、あまりそれは、うん、そうだからといって逆に見えないから黒でもいいかなって、印字されてる黒でも結局見えないからいいかっていう、そういう考え方もあるかもしれないけど、ちょっと私はどちらかというと見たいっちゃ見たいなと思うんで、そういう意味で白買った方が良かったかなと私は今思ってます。でちょっと手入れをねしっかりしてた方が良かったかなと思ってます。まあ、これわかんないけどキー入れ替えられるんですかね。まあられるとするとちょっともしかしたら私変えるかもしれない。はい。それと最後だ、まあ、一番重要なその打感については、もうこれはしょうがないです。もうこれに慣れてて、これを長年使ってて、このこれ系ね、
これ系を、まあ、Mac での作業はもうほとんどこのピッチ、キーピッチのやつで、あとキーの高さのもので使ってて、で、これ、触った人は分かると思うんですけど、まあ、まあ、高さないし、押し込みの力が必要ないし、すごく、まあ、人にもちろん好みによるんですけども、ただ、すごい作業をする、まあ、私なんかの場合だと、やっぱ指は疲れないんですよ。楽なんですよね。あの一切なんていうの、タイピングするにおいて力が必要ないんですよね。でこれにやっぱり慣れちゃってて、これが正直いいと思っていて、逆に他のキーボードが使えない身であるのは間違いないですよ。あの例えば Windows についてくる、Dell とかについてくるような安いキーボードなんかも絶対使えないし、あと Mac も2世代前ぐらいのやつ、G だね、 G4 とかのについてきたイメージわかるかな。すごい今、まあ本当にキーボードで言うとこんな感じなんです。これと同じようなあれで、まあ、白いキーボードでガタガタガタガってあるやつ、すごいあの高いし押し込みも必要で、まあ古いからまあ特に力も必要なんですけど、意外とこの業界あの古い人も多かったりして、まあそんな言うほどね、デザイン業務だとキーボード使わないんで、まあ慣れもあんのかな。あ、これそうか、昨日ねカメラ揺れてたのよ、机にひっついてんのかな、ちょっと気をつけよう、ごめんなさい、なんかガラガラ多分揺れてると思うんだよね、気をつけよう、次回から話そう。あと今日ねちょっと撮りたかったのは、昨日とねカメラのちょっと撮影条件を変えてるんですよね。でそれも昨日のやつとちょっとチェックしたいっていうのもあって撮りました。はい、いい加減長くなってます。そうで、この業界あのキーボードをがいいっていう人が結構いるんです、未だに。で、あれを使ってる人結構いるんですよ。私には信じられないんですけど。で、あそこから来る人はこれいいと思うんだよな。多分。すんげえいいと思うんじゃないかな。ただ私はもうどっちかっていうと、OS 10から Mac については入ってる人間で、で、もう昨今何年間ぐらいかな、もう 4,5 年近くこれ使ってる、この系統を使っちゃってるんで、その人間からするとね、慣れてる人間からするとこれちょっとやっぱね、打感の力不要はいいただキーの高さは今は違和感あり。ほら、でこれも慣れですね、慣れ。だからまあちょっとセーフなのは、まあ言われてた通りあまりその力は必要ないですよっていうのは良かったです。ただやっぱりキーを押し込む距離はあるんで、であと高さがあるから押した後の移動とかのその当たりが出ちゃうんだよね、こうまあだからまあ、全ては多分慣れ、多分というか慣れです。だからまあちょっとこの高さに慣れて押し込む必要とかはないからまあ大丈夫なんで、この高さに慣れてその指の移動、そのキーをこう動このね違うキーに行く時にこの高さに引っかからないようにまあ気をつけていく。だから少しちょっと今のこれを使うよりは、これほとんど指上げないですよ、薄いから。だけどそれと比較して少し指をこう上げる感じにしていく必要があるかな。
まあ、だからフォームがちょっと変わっていくかなっていう感じだと思いますね。でも総合的にはいいかな。まあ、慣れ、まあ一日やってるの話なんで、まあ、うん、もう高かったから使っていくんで、まあ例えば1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月とか慣れて本当にいいなと思ったら、まあ、もしくはそれ使ってみて極端な話やっぱこれに戻すわとかいうことがあった時のに最終的に感想を述べたいと思います。ただね、すごい机がすっきりするのが嬉しいです。それはグッドってな感じでちょっと2日に分けてねなりましたけども、大事に、高いからね、メルカリに売らないように大事に使っていきたいと思います。はい、それじゃあ、今日はこれでおしまいです。これ撮れてるかな。これで撮れてるとちょっとこう何かっていうと、昨日までねちょっとね暗いのよね。ちょっといろいろと色とか作ってるんですけど暗くて、それを今日ちょっとこうしたらいいんじゃないかっていうので調整してみてますんで、このね T シャツ、茶色の T シャツと緑の T シャツで色が改善してるかどうかを上げた先でチェックさせていただきたいと思います。それじゃあ、またあ、そういえば魔法同盟についてはあれだね、ヌラーイベント始まったね。ちょっとオイラはまあ久々にちょっと魔法系の動画上げようかな。時間的に土曜日じゃないとき、金曜日か土曜日じゃないと厳しいんで、金曜日か土曜日にちょっとダダッとチャレンジしてあげたいと思います。それじゃあまた、今日はおしまい。ガチョン。私との顔比較どう？こんな感じ。私顔結構でかい。結構でかい顔と比較してキーボードのがでかいっていうのはちょっと分かりにくいねなんか他にないかな、他に。あ、これはい、iPhone 12、この高さ同じ。あ、これ逆向き。 iPhone 11 だ、ごめんなさい。 iPhone 11、 こんな感じ。あ、もうじゃあ これこっち側にしとこうか遊びすぎ。よいしょ。何の情報にもならないけど、はい、これが iPhone。 あ、こうしようか、こっちがこうして iPhone。 あと何かあるあんま意味ない、iPods Pro。 あとはないや